こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、ゆるーくね動画を撮っていきたいと思います。まあいつもゆるいんですけど、今日ね何やるかっていうと、これね前回の動画でこのダヴィンチスタンダードに一元化しましたって言ったんですけど、ちょっとやっぱりねリングが割ともうギリギリやったりとかして、で必要なものだけ入れるっていう感じに今なってるんですね。でまあそれはそれでいいんですけど、やっぱり私としてはこういうちょっと可愛いデバイダーとかね、もうちょっと入れたいなっていうのが正直あったりとか、あとはねこう今は大丈夫なんですけど、あここねここの分かりますかね、ちょっとうねうねってなってると思うんですけど、これがねなんかたまにめくった時に折れるんです、ここが。でなんかリフィルがこう折れたりしだすと結構それはリングの限界に近いみたいな話を聞いたことがあって、でそうなるとやっぱりねちょっとあかんかなっていうのがあったので、今回はこちらのキキララちゃんの手帳にこの中身を写していこうと思います。ちなみにこのキキララちゃんの手帳ってリング径が18とか19ぐらいあるんかなって思うんですけど、まあ割とね大きめのリング径なんです。でしかもゴールドのリングで結構可愛いし、まあそういうところがあるのでね、ちょっとねおしゃべりしながら入れ替えていこうと思います。よろしければ最後までお付き合いください。ということでまあね作業をしていく中でおしゃべりねしていこうかなって思うんですけど、私ねおしゃべりをねすると作業ができない、手が止まるっていう不器用人間なんですよね。まあなのでまあねおしゃべりにはあんまり期待しないでいただいて、まあっていうか普段からね私のおしゃべりに期待してくださる方がどれぐらいおるんかって話なんですけど、まあねゆっくりねやっていこうと思って、で今回はちょっともうカットとかも少なめにいって、なんかねダラダラやっていこうかなと思っておりますね。あでそうそうペンなんですけど、そういきなりね話めっちゃ飛ぶけんごめんな、ペンなんですけど、私ねこれカルムを使ってますって言って、でめっちゃこれいいんですよ、軽くてサラサラ書けるし油性やしって言うんですごいいいなって思ったんですけど、なんかね私気づいてしまったんですよ、私ってねなんか疲れてたら特になんですけど、しょうもない誤字をめっちゃするんですよね。そしたらなんかこういう普通のペンやったらなんか修正テープとかを持ってこないかんじゃないですか、めんどくさいっていうことで、もうやっぱりもうフリクションしか勝たんと思ってフリクションにします。でねなんか私これねアデリアレトロさんのやつめっちゃ気に入っとったんですけど、めっちゃ使いよったら黄ばんできて、ここがなんかそれがめっちゃ嫌なんですよ。それでねなんか調べたらフリクションの基軸とかここがねここだけ木みたいな、わかりますかね、なんかそういうのが売ってて、ちょっと高いけどそっちの方がいいんかなと思い始めてます。まあなのでちょっとねだいぶ前向きにそのここが木のやつ検討したいなと思ってるので、もし使ってる人いたら使い心地とかよかったら教えてください。それでちょっと待ってな、今何した、これを取った、全部取った、ほなけんこれはあれや、なんかこっちのリフィルをこっちに移そう。いやでもこの今使ってないリフィルが全部ここに入るかって言ったらめっちゃ疑問なんやけど、どうしよっかな。ほなけんなんかこの分厚いやつを抜けばいけると思うよな、このなんかリフィルだけ、普通の紙だけやったら入ると思う。一気にいけそうかな、一気には無理やな、不器用やな、あかんな、ゆっくりやろちょっとずつ。そうそう、なんかな机の上めっちゃごちゃごちゃになって申し訳ないです、なんか前も言うたけど、なんかこういう作業でもさしようってさ机の上ごちゃごちゃにならん人おる？いねえよな言ってみたかった、ごめん。なんかさ私東京リベンジャーズは見たことないんですよ。見たことないんやけど、なんか、セリフだけ知ってるみたいな、あれじゃないですか、そういう時。でも、大体、世の中で流行ってるアニメって面白いじゃないですか。
大抵の場合。なのでね、私もね、まあそのうち見たいと思うんですが、未だにあれ見れてないんですよ。あのあれ呪術廻戦なので、ほんまになんかな、見ていきたいなっていう気持ちはあるんですけど、そうなんかな、やっぱりなかなか見る機会がないですね。なんか見ようと思ったら見るぞっていう気分で見ないと見ないですね。何言ってるか分かります？大丈夫？なんかあのそうなんですよ、私ね結構趣味が多くて、もう今だったらやっぱり、まあ、手帳が一番なんですけど、ゼルダとか、あとなんか競馬見るとかすごいあるんです趣味が。そしたらなかなかね、なんかそのまあなんていうんやろ、アニメ鑑賞っていうのが遠くてね、まあそういう感じなんですよ。さてさて、そしてこれね、キキララちゃんの手帳ってやっぱりこのユニコーンが合うかなって思うんですけど、やっぱりねこれリング系大きいので、こっちからもちょっと入れたくて、そうそれでね3つあるんですよ手帳が。そのおかげでね今ごちゃごちゃなんです。でどう、かわいいな、なんかドリーミーなおにぎりさんやな。ほなドリーミーなおにぎりさんをトップページにしよう。トップページ、トップオブトップ、え、ね、待って、わからん、待って、あのこれ何、表紙でいい、これで表紙やん。ほしたら次はとりあえずなんかこっちで最初から入れよったやつを入れよう、そのままな。あ、でもそうなんです、なんかこれね、なんか今までのやつやったらすごいリング系がちっちゃかったけん、このマンスリーとかウィークリーをちょっと抜いてて、でそれをまた入れていこう全部。なんか最近ねリング系の大きいミニ6にめちゃくちゃ憧れを抱き始めまして、あの前回の動画やったら私はね、あのロロマクラシックが気になるみたいに言おったと思うんですけど、なんかねすごい海外の手帳で30ミリリングのミニ6っていうの見つけてしまって、やばくないですか、ミニ6で30って結構激しいですよね。でなんか私ね他の人の動画とか見るんですけど、あの40ミリリングのバイブルとかは聞くんですよ。でもなんか30ミリのミニ6って聞いたことなくて、なんかでも調べたらやっぱり使ってらっしゃる方いらっしゃって、なんかねそれでなんやろ、すごいなんか大きいリングなんですけど、めっちゃ詰め込まれてて、なんかミニ6に入る量じゃないんですよそれが。もうそれぐらいなんか分厚い本みたいな、版みたいな感じやって、なんかこれやったらもしかしたら1年間そのいわゆる再セットアップみたいなことをしなくても使えるんじゃないかみたいなことがあったり、あと私前も言ったんですけど、あのねポケットがいっぱいついとる手帳がめっちゃ好きで、なんかこの手帳もポケットがめっちゃついとって、これはときめきポイントが高いぞって思っちゃいましたね。でなんかそれを見つけるまではまあそれでもやっぱりねリング系大きい方がいいと思ってたんで、例えばアシュフォードさんだったらあのねあれネオフィナードのミニ6が19ミリだったりとかするんですよ。それでなんか19ミリやなと思って、しかもなんかネオフィさんってすごい可愛いじゃないですか。なのでなんか可愛いなっていう風に思っていたんですけど、なんかねもうその30ミリリングっていうのを見つけてしまってからというものを、もうそれしか頭になくて、でしかも値段がね、ネオフィさんってミニ6やと2万円以上するんですよ。ですごいめっちゃいいお値段するんですけど、そのね海外の30ミリは1万、アマゾンさんで1万1000円ぐらいで、アリエクを使うんだったらね7000円台ぐらいで買えるっていうことで、なんかねそれもなんか魅力やなって思いました。いやーどうしようかなって感じやけどね。でそうこうしよるうちにね入りました。すごい結構ねパンパン、これが多分ね10
19まではいかんかったんかな、17とか18ぐらいだったんですけど、これがマンスリーとウィークリーを今年の分全部入れて、かつそのここに入ってたやつを全部入れたっていう状態です。そうですね、これで結構パンパンっていうのが、まあ現状なんですよね。なので30ミリだったとしても私今なら使える気がする。どうかな。でもそのリング系が大きいっていうことは、やっぱりそれだけね、あの大きくなるんですよ、この手帳自体も。であとは開けた時にこのリング、ここが大きくなるので、やっぱりこのリングと手の干渉っていうのが多少気になりはするかなと思うんですけど、そうですね、とりあえずはでもこの手帳を使ってみて、まあこれぐらいがいいなって思ったらやっぱり19ミリがいいやろうし、でそうじゃないんだったらもっともっと入れたいって思うような気持ちになるんやったら30ミリ改めて検討してみてもいいかなと思っています。そのことってなんかメモを書いたかな、私なんかねデイリーのページに書いたんかな、これやこれ、そうモータムって読むんですかね、30ミリリングの M6 が気になるっていうことで、ちょっと色がいろいろあるんですけど、その中でちょっと今売り切れてないものっていうと、これがねペップルチョコレートっていうのが濃い茶色で、ペップルバーントオレンジっていうのがおそらくこれぐらいのちょっと明るい茶色、まあオレンジっぽい茶色だと思うんですけどね、なんかそれがすごい可愛くて、インスタとか見たら海外の方がすごいおしゃれに使ってるんですよ。まあただ私結構ねなんか実用寄りに使ってるので、あんまりこうおしゃれっていう感じにはならないかもなんですけど、なんせポケットがめっちゃあるんで、なんかそこにシール入れようとか可愛いカード切って入れようとかなんかできるなって思って、いっぱいなんかときめきがね詰まるような手帳になるかなって思って、なんかすごいときめいています、勝手に一人で。そう、昨日トウモロコシ茹でましたこういう、そう、こういうなんか日々のこととか書きつつ、こういうね手帳気になると思ったら書けたりするので、このねデイリーのリフィルおすすめです。という感じで、ひとまずこれ全部入れ終わってこんな感じ。うん、なんか十分パンパンですね。このメモとかも結構ねたっぷり今入れてる状態なんですけど、あれ？これなんか順番が違う。これを、これね、メモはメモのとこに一緒に入れたい。謎に順番が入れ替わってましたね。こうやって、なんかリフィルとか入れ替えてみると、やっぱり、ね、一元化しようとすると、それなりのリング系が必要なんだなっていうことが分かりました。うん、なかなかやっぱり、難しい。一元化って。そんな風に思います。で、しかも一元化って言っても、例えば子供の体調管理のことであったりとか、そういうのはねミニ語でやってるし、他の手帳とかノートもまあ使ってはいるので、厳密に言うとねこれ一本で全てを賄ってるってわけじゃないんですけど、30ミリになったらそれもね可能かもしれないですよね。夢が広がります。まあただやっぱりミニ6のいいところっていうのはコンパクトさっていうところがあって、私ね結構コンパクトな手帳が好きっていうことはなんかずっと言ってるんですけど、まあそういうところでやっぱりコンパクトな手帳とは30ミリリングになったらかけ離れてしまうのかなっていうのがあるので、そこですよね、やっぱりそこを私がうまく使いこなせるかどうかっていうのが正直わからない。うん、なのでまあもうちょっとね安価でこう30ミリリングが試せるようなものがあったらいいんですけど、なかなかないですよね。ということで完成しました。うんうん、そうやね、やっぱり最後にこのファスナーポケット入れることによって、さっきまでちょっとねこのメモのリフィル最後になっててここでもたついていたんですけど、すっきりと収まってくれるようになりました。やっぱりこういうねなんか紙以外のリフィル、しっかりしてるリフィルっていうのを最初と最後に入れてあげるのは大事だなと改めて感じました。で最後にハンディピック、
ここに刺そう。こうやね。で、一応これもボタンが2個ついてくれてるので、まあ、今だったらまだギリ奥でも大丈夫かなと思うんですけど、ここにペンを刺して、うん、かわいい。完成しました。すごい。パンパンやね。まあでも、これぐらい入れようと思ったら、やっぱりね、ちょっと14ミリリングではちっちゃかったので、今回こちらに入れ替えることができてよかったです。ということで今回はこちら、大きいリングの手帳に中身を移し替えて、なんかのんびりとおしゃべりしていくという動画でした。結構ね、なんかいつもは喋ることとか割と考えて頑張って喋ってるんですけどね、今回はね、喋りたいことをいっぱい喋れて楽しかったです。聞いてくださってありがとうございました。ということで今日はこれで終わります。この動画が楽しかったよって思ってくださったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。ほなまたね、バイバーイ。